This is Radio Thailand World Service, broadcasting from Bangkok and relayed over transmitters in Bandung, Udon Thani, northeastern Thailand. For listeners in Asia and Pacific, the Middle East and Africa, Europe and America, it is now time for our broadcast in Japanese. こちらはラジオタイランドの日本語放送です。この放送はウドンタニ県バンドゥンのボイスオブアメリカの送信所を通じてお送りしています。こんばんは。こちらはラジオタイランド日本語放送です。ラジオ聴きの皆様、いかがお過ごしでしょうか。それでは本日お伝えしますニュースの項目です。タイが生活の質の比較で世界59位にランクされています。政府はタイの製品と文化を輸出し世界中にアピールしています。タイの観光と農業は順調に拡大しています。文化省はヤングスマートフォーラム賞を受け付けています。それではまず初めのニュースです。タイが生活の質の比較で世界59位にランクされています。地理、気候、人口統計などの包括的なデータベース、ワールドデータインフォによりますと、生活の質の比較でタイは平均スコア55点で世界59位、 ASEAN では第3位となりました。ワールドデータインフォは世界134カ国の生活の質を比較しランキング化しています。タイは政治・経済の安定で63点、法制度・市民権で40点、気候46点、費用や生活費55点、人気度42点、医療サービス71点、安全性は最も高い80点など7つの項目の平均点が55点で世界第59位となりました。 ASEAN のトップは平均71点のシンガポール、これに次いでマレーシアが58点、そしてタイは ASEAN 第3位となりました。このようなランキングの結果は政府の安全対策など管理体制や能力を反映しています。政府にとって国民の安全以上に重要なことはありません。政府はタイ国民の生活の質を向上させるために常に尽力しており、これはタイへの旅行を希望する外国人観光客にとっても信頼を築くことにもつながっています。次のニュースです。政府はタイの製品と文化を輸出し世界中にアピールしています。政府は5つの F のソフトパワープロジェクトの実施を支援しています。これらのソフトパワーを国の重要な輸出品目としています。政府は商務省貿易促進局が推進する5つの F プロジェクトを通じて文化財やサービスからの収入を2022年の1兆5000億バーツから2027年には3兆4500億バーツ、 GDP の 15% まで増やすことを目指しています。商務省はタイ製品がタイの文化や価値観に沿いながらも国際的に受け入れられるよう変えていくことに重点を置いています。文化省、観光スポーツ省など他の関連機関と連携しタイのソフトパワーを後押しし目に見える成長を上げていきます。フード、食品分野では起業家のマーケティングをサポートしています。海外でのタイレストランの出店支援やレストランの品質向上を目指し、タイセレクトなどの品質保証の認定設定などを行っています。2022年、タイの食品輸出額は946億バーツとなり、前年比 16% 増となりました。商務省は今年、タイのキッチンを世界へと題したコンセプトのもと、国の食料安全保障の潜在力を活用し、5% の成長を目指しています。フィルム、
映像、映画の分野では、今年3月、コンテンツ取引最大の香港のフィルムアート2023へ参加しました。投資家、プロデューサー、監督、外国人バイヤーが参加するアジアで最大級のもので、タイからは21社が参加し、13億バーツ以上の貿易交渉額を創出しました。世界市場へコンテンツ制作を促進するプロジェクトと、外国映画制作のための現金リベート措置など、いくつかの重要なプロジェクトがあり、アメリカ、ヨーロッパ、インド、中国、香港、東アジア、ASEANなど重要市場を優先し、信頼の構築とタイの製品のイメージ促進を図っていきます。タイのファッションデザインでは、タイの布や服を現代的なものに発展させていきます。過去1年間にわたるタイの芸術・工芸品の輸出総額は3490億3457万バーツでした。消費者のニーズを満たし、ターゲットグループの拡大を加速させます。また新世代の間でタイの布製品の価値を高めていきたいとしています。e コマースチャンネルの活用、タイの手工芸品のマーケティングの拡大、連携にも注力します。また文化省は、タイの経済、社会を発展させるために、2023年から2027年にかけてソフトパワーを推進する計画を立て、タイのソフトパワーのポジショニングを設定し、地域から見た評価を研究していきます。世界のソフトパワーを目指し、タイの文化、商品、サービスの動向や市場状況の研究を行っていきます。次のニュースです。タイの観光と農業は順調に拡大しています。3月の経済状況は明るい結果で、今後6ヶ月間の経済信頼指数は全ての地域で改善される見込みです。政府は新型コロナの感染拡大による危機からタイ経済を復活させるために努力を続けており、ロシア・ウクライナの紛争の影響もありながら、タイ経済は安定した成長を取り戻しています。財務省財政政策3月の月報によりますと、タイ経済は観光や農業が好調に推移したことに支えられ、好調の兆しを見せています。インフレ率は低下を続けています。個人消費は前の月から安定して推移しました。消費者信頼感指数は前の月の 52.6 ポイントから 53.8 ポイントに上昇し、10ヶ月連続の上昇、そして37ヶ月ぶりの高水準となりました。特に2023年3月にタイを訪れた外国人観光客は222万人で、前の年の同じ時期と比べ 953% 拡大しました。4月の地域経済信頼感指数では、6ヶ月間の信頼感指数が全ての地域で改善したことが分かりました。南部は 83.5 ポイント、東部 82.3 ポイント、東北部は 77.4 ポイント、西部は 76.8 ポイント、中部は 71.9 ポイント、バンコク首都圏は 60.9 ポイントと将来への信頼感を示しました。昨年、プーケットサンドボックスの施行など、政府がコロナ対策と経済活性化を共に進めるよう政策を実施したことは、経済活動にその成果が現れています。観光客や貿易投資のためのインフラの整備、持続可能な農業が競争力を高め、経済の安定と人々の生活の質の向上につながっています。次のニュースです。文化省はヤングスマートフォーラム賞を受け付けています。若い人の力を伸ばそうと文化省は、ヤングスマートフォーラム賞、ヤングドゥーインググッドを実施しています。今年2年目を迎えるこの賞は、若者に善行を行い、賢くタイの文化に誇りを持ち、創造的に自分自身を表現することを奨励しています。文化省は2023年から2027年にかけての国家道徳推進行動計画フェーズ2に従って、良い人、良い社会を作ることに努めています。道徳的な行動をとり、タイ人が調和して暮らす社会を目指したいとしています。宗教的な原則のもと、
タイの文化的な生き方は5つの望ましい徳、すなわち充足、規律、正直、ボランティア、感謝を基本としています。この徳に従ってタイの国を持続的に発展させたいとしています。政府は新しい世代の若者や子どもにタイ国家、王政を理解してもらおうと協力を求めています。タイ人が善良で才能があり、勇敢に様々な分野で国を発展させる機会を作り、役割を推進してほしいとしています。そのため文化省は若い人を支援するヤングスマートフォーラム賞を設けています。今年2年目を迎え、子どもや青少年に善行を行うことを推奨しています。子どもや青少年に公共心を持たせ、タイの文化に誇りを持ってもらい、自尊心、道徳心や倫理観を持ち、自給自足、規律、誠実さ、ボランティア精神、感謝の気持ちを持つことを学んでほしいとしています。ヤングスマートフォーラムの賞に関心のある若者は5月1日から6月30日まで申請書類を文化省常設秘書室に提出してほしいとしています。受付は8歳から15歳の子どもと15歳以上18歳未満の若者の2つのグループに分けられています。政府機関の活動やプロジェクトに参加し、ボランティア活動や教育、スポーツ、音楽などの知識を持っていることが条件となっています。受賞者には受賞式で文化大臣から盾と賞状が贈られます。詳細については文化省のホットライン1765または全国の地方文化事務所で確認することができます。それでは本日お伝えしましたニュースの項目を繰り返します。タイが生活の質の比較で世界59位にランクされています。政府はタイの製品と文化を輸出し、世界中にアピールしています。タイの観光と農業は順調に拡大しています。文化省はヤングスマートフォーラム賞を受け付けています。以上、ラジオタイランドの小島秀美でした。ごきげんよう、さようなら。ラジオタイランドの日本語放送は毎日タイ時間の午後8時から、日本時間の午後10時から、そして GMT では13時から15分間放送しております。これで本日の放送は終了いたしました。Concludes our broadcast in Japanese. This program can be heard from 2000 to 2015 Bangkok time or 1300 to 1315 GMT.